11人組グローバルボーイズグループジョイチ、JO1 が、2日放送の関西テレビ、オカベロ、52.27 関東地区は31日、深夜0.25に出演する。トークバラエティは初、ファンミーティングの司会を務め、デビュー前から活動を見守ってきた、般若の金田明が魅力を解説する。アイドルオーディション番組で101人の中から選ばれた11人にで、決なされた、ジョイチ、早くも人気沸騰中で、デビュー時に街中を占拠した広告は日本だけでなく米、ニューヨークのタイムズスクエアに進出した。広告はファンが、ジョイチを応援しようと出資を募って出されたもので、料金は億単位とも。また、メジャーデビュー前に、大手企業の CM に出演したほか、セレブが集うルイ・ヴィトンのイベントや、VIP が参加する、アフターパーティーに、ゲスト出演しており、彼らを番組に迎えた、ナインティナイン、岡村隆史も、時代の波に押されてるなぁと感心した。ジョイチは、話題になっている、筋肉キスダンスを、スタジオで披露した。ノンスタイルの石田明に促された岡村は、事前に聞いてないから練習もできてないし、と不満をこぼしながらも挑戦。岡村の筋肉キスダンスパフォーマンスにはメンバーも驚愕した。収録後、ジョイチのリーダー、与那城進は、初めてのバラエティ番組でしたが、勉強になることだらけでしたと謙虚に話し、鶴房汐恩も、岡村さん、石田さん、金田さんに、僕たちの足りていない部分を助けていただいて、ありがたかったですと感謝。岡村が披露した、筋肉キスのダンスコラボについて、佐藤恵子は、めちゃくちゃすごかったです。後ろから見ていても、違和感が全くなかったですね。と絶賛し、木又翔也も、聞いてすぐなのに、音とリズムが分かってたよね。と驚いていた。最後に、与那城は、今回、バラエティに出演するのは初めてでしたが、パフォーマンスをしている姿ではない、ちょっとお茶目な姿や意外な一面を見ていただけると思うので、そこも楽しんでいただけたらなと思います。とアピールした。